物議不在でイライラ佐賀配達員が荷物投げつけ佐賀急便は FM プライムオンラインですね、佐賀急便荒ぶってる物を投げ入れるな、あ SNS にそんな言葉とも投稿された映像が今物議を醸してますね。はい、お世話になってます、はるはるチャンネルです。今日は令和5年の2月の24日ですか。はい、夕方4時40分回りました。はい、私ここずっと食べ物のチャンネルばっかり出しておりまして、結構再生数が優秀に3桁ぐらい取れてたんで、まあしばらくずっとね食べ物動画出し続けようかなと思ったんですけど、昨日なんですがね、その矢先になんか面白いのが佐川急便さん のドライバーさんがなんか物をぶん投げちゃって、まあふてくさってワゴンの後ろの扉を閉める、ふてくさってもねと思うんだけどね、それが炎上してるっていうのを見つけたんで、これについてちょっと語りたいなと思いました。で、なんかこの動画なんですけども、なんか神奈川みたいですね。なんか荷物を、細長い段ボールなんですけども、お客さんに指定された時間帯に持ってったのかな？どうなのかわかんないんですけども、持ってったところ、それを渡すことができなかったっていうことだ、みたいなんですよ。で、そのままなんかこう、防犯カメラなのかどうかわかんないんですけど、それが後ろ姿見えまして、で、まあ、後ろそのワゴンかな、ライトバンかな、この後ろの扉を開けまして、そのお客様の商品をちょっと車の中に投げる。で、まあ、その扉を、まあ、ワゴンの閉めるのって大変だと思うんだけど、まあ、バカーンとこう、扉を閉めてるシーンなんですよね。で、まあ、それを、まあ、誰かさんが SNS で、まあ、ツイッターかな、またアップで、ツイッターってすごいですね。アップしたところ、それが炎上してしまったっていうことで、お客様の、ね、渡すべき商品、持ってって渡すべき商品をあんな風に扱ったらいけないとか、ふてくさってなんか扉になんか恨みでもあるのかわかんないですけど、当たってるとかっていうことで、すごいなんか、炎上してると。で、まあ、それ擁護する言葉も当然あると。ドライバーさん機嫌が悪かったんでしょうとか、再配達に行って、時間と場所と曜日も指定されたにもかかわらず、それが、ちゃんと言ったにもかかわらず不在だったから怒ったんじゃないのかとか、まあそういうことを述べてましたね。はい。まあ冒頭にもね、オープニングも出しましたけど、まあですけども、これ私ね、まあ炎上してましたけど、これって普通にあることだと思うんですよね。というか、まあ、物流の倉庫だとか、引っ越し作業だとかで働いた経験がある方ならわかると思うんですけど、こう、いろんなやっぱお客様から配送の商品なんかをこう、パレットに積んだり、トラックの荷台に積むときって、やっぱりこう、丁寧に、引っ越しなんかも丁寧に扱いますけど、やっぱり軽くてちっちゃいものなんかっていうと、こう、やっぱりちょっと軽く投げたりすることもあると思うんですよ。で、僕はあれ見たときに、なんでこの、細長い商品なんかわかりませんよ。投げたくないで、あれなのかなと思いました。中はほら、壊れ物とかガラスみたいなもの、ガラスも、あれなので、壊れ物なので丁寧に扱ってくださいよっていう、このシールが貼ってあるのであれば話は別ですよ。ただ、なんかどういうものかわかんないですけども、普通のものでこう、ちょっと投げちゃうっていうことで、なんであんな炎上してるのかなと思いました。ただ、中身がわからないんで。で、こう、ちっちゃくて軽いものっていうのは、引っ越し作業なんかでトラックの荷台なんかで積む場合、なるべく下には大きなテーブルだとか、白物家電なんかをこう積んでって、上、空いたスペースにああいうちっちゃいものをこう上にこう乗せたりするんだ。傘とか。ちっちゃい書籍だ、本とかね。あと子供のおもちゃだとか、ちっちゃく包んで上になんか上げたりするんですね。空いてるスペースに。で、ですんで別に、こういう業界で働いてる人が見た場合というのは、そんなになんかあれでなんで炎上してるのかなと思うような動画なんですよね。はい、経験者ならわかると思います。それで僕思うんですけど、これ多分その配達で行ったその佐川のスタッフっていうのはなんか再配達で行ったんじゃないのかなと思うんですよ。なんか、ね、記事によるとね協力会社の社員だって言うんですね。で、はい、その協力会社の社員だとなりますと、その大手の、まあ、クロネクさんしかり、佐川さんしかり、日本通さんしかり、いろいろありますよね。そちらで受け、の仕事を私、当社で受けたまりますよって言って、まあ、時間給なのか、まあ、仕事もらって、働いてくれるスタッフに時間給なのか、それとも歩合給なのか、雇った人に
払って、運営してると思うんですよ。で、それが時間給なのか、歩合給なのか分かんないんですけど、歩合給の場合っていうのは、渡すべき商品、届けるべき商品を持ってって相手に渡して、それで取引成功ですんで、それで歩合が発生するんですよ。で、一件を渡すことができなければ、お金が発生しないとなれば、やっぱりああいう態度取るのも普通だと思うんですよ。というか、結構これって探るとあるんですよね。配達の物を投げるとか、結構サンガーさんだけじゃなくて、アマゾンさんでもそういうのっていうのはネットで探すと結構出てくるんですね。で、僕は言いたいのは、そういうことで炎上するのも問題だと思うし、大手の運送会社も置き配サービスっていうものをやるべきじゃないのかなと僕は思うんですよ。置き配サービスを。やっぱり都合上で、その時間って指定した時間ってちょっと抜けなくちゃいけないとか、緊急の用事で親が具合悪くなったとか、会社の用事で呼び出されたとなれば、一応言ったにもかかわらずその不在になっちゃうんで、一応まあそれでも電話入れればいいでしょうけどもね。すいませんけど、またちょっと一旦保留にしといてくださいねとか。もしくは取りに行くのが一番いいんですけども、出まして。ところがやっぱりそういうのも発生してしまうと思うんで、運送会社のサービスのカテゴリーの中にですよ、再配達しても受け取りが不可になった場合は、再配達の場合は、まあ、置き配にしますと。その、ちゃんと置けるスペースと、確保しといてくださいね、みたいなことを言って、それでやるべきじゃないのかなと思うんですよね。で、結構置き配サービスって出前館さんとかウーバーイーツさんやってる方で食べ物なんかも置き配やってるところって結構あるんですよ。僕もこの前昨年暮れにやったまあ大手のね、いい外食チェーン店で働いた時も1軒しか行かなかったんですけど、お客さんと会わなかったです。お客さんが指定で家の前に置いといてくださいねって言われたんで、ただ置いただけなんですね。で、まあちゃんと食べ物はね、密封されてますから、猫とかカラスなんかのね、動物なんかにもね、食べられないようになってますし、その人はちゃんと時間来たらもうちゃんと自分で取って食べてる、まあ常連さんだったみたいなんで、こういうね、置き配サービスっていうのを、絶対これやるべきだと思います。というのも、今やたらとなんか SNS で動画だとか画像撮れるので、そういったような、バカタですか、回転寿司で、なめなめ、ペロペロ、ぬりぬりがなんか話題になって、まだ炎上してるんですか？今日なんか流れてるね、お寿司にかけたのか、それともなんかお皿にかけたかわかんないですけど、アルコールスプレーかけてるっていうので、ね、炎上してたみたいですけども、そういうことでね、動画とか画像で面白半分でアップするのやめてもらいたいですよ。いや、昔からこれあったことなんで、僕なんかも勤めていた会社の、飲食会社の中でゴキブリが映った画像なんかもアップされたことあったんですね。で、なおかつ、これ、今回は佐賀急便さんですけど、他のアマゾンさんだとか、黒猫さんとかいろんなね、運送会社あると思うんですけど、こういうのアップされてしまうと、会社内で収めればいいものを、この SNS 使ってアップされてしまうと、会社のイメージ悪くなっちゃうんですよ。その都度なんだ会社の方でなんかホームページ使って発表しなきゃいけないとか、記者に、説明しなきゃいけないと余計な仕事増えちゃうんで、今回はですね、働く方ね、まあ、恨みつらみある方はね、いるかどうかわかんないですけど、やたらめったらと、その配達員の、ふてくさってるシーンだとか、なんかそういうのをアップするのやめてもらいたいです。人間というのはやっぱ喜怒哀楽ありますから、嫌なことあったらだって、ふてくさ、なんか、物に当たる人っているでしょ、だって。まあ、オーバーの表現、スポーツ選手なんかもそうですよね。いましたよね。なんか、物に当たるすごい選手、監督。人間って、まあ、一緒にしてるわけじゃないですよ。何かをその点のね、じゃないです。人間の生き方で、やっぱり、頭に来たり、やっぱり、ね、嫌なことあったら当たることってあると思うんで、そういうのはちょっと動画でね、さらけ出すのはやめてもらいたいです。これを私言いたくて、この一本動画にしました。別のことを考えましょうよ。はい。ということで今日は。今日小話ね、何話そうかなと思ってね、いろいろ考えてたんですけど、デリバリーさんとか配達屋さんとか、まあいろいろありますよね。食べ物のフードデリバリー、出前館さんでも、ウーバーイーツさんでも、あとまあ、そういったような、京急便の方でもね。で、これって、世の中はやっぱ広いんで、なんかその監禁する事件ってあるじゃないですか。
彼氏と彼女の関係だった人が頭に来て彼女を監禁しちゃったとか、なんか変態男がまあね幼女をさらって監禁しちゃったとか、女子高生を監禁しちゃったとかって結構これ多いあると思うんですよ。っていうか結構海外アメリカなんかでも結構あるみたいで、だいぶ前ですけども、デリバリーのスタッフが監禁されたその人からこう警察に通報してって言って手紙渡されて、それでそのデリバリーの OK って言って、もうおまわりさんにそれ届け出て、そこの住所デリバリー先で配達先ですから提示したところ中で監禁されたっていう話がなんか僕聞いたことあるんですよね。で私これ調べたところ、結構アメリカなんかでも結構そういう監禁事件ってかなり大陸大きいですからあるっていう話来まして、でこうちょっと一つ面白い話があったんですよね。まあアメリカのある州なんですけど、そこでまあ監禁されてた人がデリバリーを頼んでもいいと、まあ渡されたと、でその時にデリバリー会社に電話をせずにダイヤル911をかけたと。ダイヤルアメリカでない、カナダもそうですけど9911っていうのは日本で110番なので、110番に電話をかけて、で助けてって言わないんですよ。助けてと言わずに、すいません、宅配ピザをこちらの住所に お願いしますと、そういうふうに対応したんだそうです。でそのオペレーターの方も、違いますよ、あんた何にボケてるんですか、いやこちらの住所ですね、お願いします、宅配ピザサイズがあれ L サイズでとかって、もう説明を聞いてるうちにこのオペレーターも感づいて、そこの住所言ってあるんでちゃんとそれ録音されてるので、そちらの住所の方にまあ警察を向かわして、まあ、監禁された人間を助けたっていう、そういうことがあるんです。そういうまあファインプレーっていうんですかね、はい、そういうことでも使えるんですね。要はデリバリースで配達するスタッフっていうのは関係者を助けることができるんですよ。これってだからデリバリーの人に来てこう隠しといた手紙をこうパッと私マリさんにマリさんにってとか、それが一番いいことなんでしょうけども、逆に自分がかける、じゃあお前かけろよ食べたかったらよとかって、それで110番にすると、でこの住所を言って助けてとは言わずに、うまくだから冗談に暗号みたいな暗号というのかな、まあ言って自分が監禁されていることを伝えることができる。まあだそういうふうに活用すればこの業界なくならないんじゃないですか。はい、それが言いたくて一応まあ概要欄に貼っておきますね。一応まあこれも言いたくて動画にしました。